何か度は、中華民国の経済学者、政治家、教育者、歴史学者。字は、サイレン。南海大学を主に拠点として、調査研究、社会運動に積極的に従事した学者である。教振の過程に生まれる。当初は、旧学を学んだが、1909年、厚生省の経林陸軍小学の受験に向かう。ところが、 試験申し込み期日を間違ったために受験できず、次年度受験までの間に、キリスト教会運営の学校で英語を学習した。1911年春、ケイリン初級陸軍学堂に入学した。同年、侵害革命が勃発すると、湖北省に向かい、革命派に加入したが、家人の強い勧めで故郷に連れ戻されている。1913年12月、 調査ミアビレー中学に入学し、1918年、優秀な成績で卒業した。翌年、アメリカに留学し、カリフォルニア州のポモナカレッジで、経済学を学ぶ。1922年に卒業すると、イエール大学経済学部に進学、アービング・フィッシャーに指示した。1926年、経済学博士を取得して卒業した。 同年6月、帰国して、南海大学小学院で、財政学と統計学の教授を務めている。以後、何は校長張り博例の支援を受け、経済学、統計学学習の環境整備に尽力、各種関連雑誌の刊行も進めた。翌1927年、何連は、南海大学社会経済研究委員会を創設し、その主任となった。 同年には、太平洋国際学会国際研究委員会の委託を受け、山東省、河北省から東北地域への人口移動の研究を開始し、実地調査も行っている。1929年、長とともに太平洋国際学会年会に出席した。1930年、南海大学の小学院、文学院経済系、 経済研究所の合併を何がが提案し南海大学学経済学院が創設された何は、同学委員長に就任している。同年、上海貿易局統計顧問に就任した。1934年、南海大学社会経済研究委員会は、南海経済研究所に改祖され、何連が所長を務める。何は、下北地域の農村経済、 農村主工業、地方行政、財政の3つのテーマで調査を行った。1935年、河北の農村復興のために各界が協力して、河北農村建設共進会を結成すると、何が会長に推薦にされている。同会が日中戦争勃発後に奇襲省へ移転すると、中国農村建設共進会に改名し、何が引き続き会長を務めた。 何角別陰1934年夏、何連は、紹介席の招兵に応じて、ロザニア赴き、中国国内の経済建設問題について兼議した。1936年10月、国民政府行政院政務所所長に任命される。翌年10月、何連は、農本局総経理兼農村復興委員会第一副主席に転じた。 1938年1月に経済部長務次長、1940年に全国領食管理局副局長、1944年に中央設計局副秘書長と歴任し、日中戦争の戦時体制整備において、主に食料、農業、農村分野の政治に関与している。なお、何は、 中国国民党や三民主義青年団への所属を国民政府要人たちから何度も勧められたが、これには応じなかった。1945年3月、経済部上務次長に再任されたが、間もなく辞任して、政界を去った。1946年6月からは、上海近所銀行常務、東ごとや太平洋林選考司東となど、 銀行や企業で幹部を務める。その一方で1947年1月、学術雑誌、正規評論を創刊した。7月、国際連合経済社会理事会、修業委員会、人口委員会に中国代表として出席している。1948年10月、南海大学代理校長に就任したが、12月、辞任した。 1949年1月、ナニレンは再び国連経済社会理事会に出席し、以後、活動の場をアメリカに移す。同年秋、コロンビア大学客員教授に招聘され、中国経済について、講座を開設した。1955年、正式に、同大学経済学部教授に任せられる。後に、中国公述現代史総書の共同主編人とも、なった。 1975年7月5日、ニューヨークにて死去。去年81。ありがとうございます。